飲み物の。ててててん。セブンのカフェラテ砂糖不使用コーヒー。似てる。これぐらいのクオリティのドラえもんモノマネは誰でもできるのよ。俺もモノマネのレパートリーなんか欲しいよな。俺がモノマネできそうな人誰かおらん？そういうことだな。出るんじゃん。にゃーんか。このパークはですね。さあ、今日はスタングレネードを使っていこうと思う。このパークはですね、爆発させることで殺人鬼の目をくらまし、最高に泣きたくなる気分にさせることができるんです。なんでプレイグにかけると2倍の効果があります。ダメか。トワコのモノマネ、トワコな、意外とモノマネ難しいんだよな。はい、どうもトワコです。はい、どうもみたいな感じやんな、トワポンのスタートは。はい、どうも、じゃあ今日はポケモンアルセウスやっていきます。あのね、前回から難しいな。モノマネが難しい。イマジナリートワコ。ウルコンさん、僕に寄ってきてくれてる人って誰やろな。ミヤちゃん、トリッピー、ザム。ザムそんな寄ってくれてるかな。なんか遊ぶとき俺から誘う方が多いね、ザムは。俺が何々やろうぜって言ったらいいよって帰ってくる。まあ、そもそも誘わんか、自分から、ザムが。ザムがそもそも自分から誘うことって少ないか。デボアだけは誘ってくるけど。あの人を誘わないザムが唯一人を誘うゲーム、デボア。新マップ出たよ。新マップ出たよ。おかしいやろ。なんでやねん。温泉出たよ。マジデボアガチ勢やよな。スチームのアイコンもデボアにしたらいいの。そう、デボアだけは誘ってくんだよな。あんま人誘わへんくせに。今の新マップ出たよはイマジナリーザム結構完成度高かったと思うけど。新マップ来たよー。やるよー。まあまあ、完成度の高いザム、イマジナリーザムができたんじゃないか。